キャラクターにどういう演技をさせるか、キャラクターがまるで生きてるかのように命を吹き込む仕事ですね。小さいディテール、 指先までこうちゃんと綺麗にポーズのラインが流れるようなポーズを作ってあげたりとか、ただラインが綺麗であってもまあ表現が結局うまくなければどうしようもないので、そこの両方のバランスを見つけながら1フレーム1フレームずつこだわりながら作っていきます。アニメーションをつける前にまあキャラクターの企画表があるんですけれども、そのキャラクターはまあ表情は抑え気味だったりとか、このキャラクターはひょうきんなキャラですよとか、でもたまにそのキャラクターがずっとそういうわけじゃないんですね。落ち着いてるキャラクターのはずなのに怒ってるかのように表現しなきゃいけない、ものすごく難しいものであって、まあそこが一番チャレンジングなところでもあって自分にとって一番魅力だと思っています。アニメーターというよりは、まあアニメーターはアートの中の一つの分野しかないので、それを全体的にやり遂げること、それが自分の一番の目標なのかな。